大工は古代から中世にかけての日本における様々な技術部門の管理を指す後、木工に限らず中工などについても用いられている。古代においては交渉の長に与えられた感触であり、7世紀の大匠が前身である。国家による造営、造事の事業が完成化され、工と称した技術館を大工、商工としたことに始まっている。 律令成果では、官営工房に属する技術官人の最高官名で、五位、相当であり、工房は、大工商工、頂上工万上工の改定制で組織され、大工は現場で商工以下の統率と指揮に当たった。養老令職員令十九の打罪浮上に、商工と共に現れるのが、資料における所見であり、そこには、大工一人、商工二人とあり、上工収集、 えびすき、もろもろの栄作を食章とした、とある。その他、臨時の工事の場合にも置かれ、俗に本期文武天皇3年10月初過日上には、おちさん寮、山品山ん寮の収蔵の際に、それぞれ大工2人らを派遣したとある記事があり、神語慶雲元年3月9日上には、増寺市警官取リマロ、延暦8年11月9日上、及び、 日本語記、延暦15年7月9日上には、増偶職、物延ノベケマロなどの名が見えている。演技式、中塚佐少式、自復讐によると、大工、将校は、中塚佐賞の木工料、修理職などにも、各一人が置かれており、これは、類寿三大閣にある、大道三年1月20日の平城天皇の御事のりによって、 丹谷氏が木工寮に併合された後のことと思われる。8世紀後半の作り、東大寺氏も木工部門で大工の官名を採用している。中世においては自社別、職種別に置かれた式工を指す。11世紀頃になると国家官制との関係性が弱まり、官名と別に木工部門以外の手工業所部門の工事の式工を指すようにもなり、 大工以下、陰頭体調霊に変貌している。この頃、発音も大工と変化している。また、貴族、寺社ごとに大工を特定の職人に固定する傾向が生まれ、13世紀になると大工は寺社によって任命される役職として、大工職とも呼ばれた。大工職は寺社が部人上により任命していたものが、 中世後期には物件化して、譲渡や売買の対象とされた。木造建設に携わる職人一般を指す。現在の用法は近世に入ってからのもので、万象に代わって用いられるようになった。建築の大工がとりわけ大規模に、多数の技術者を統率するところから、次第に大工は建築業者のみを指すようになり、木工の指揮者は、棟梁と呼ばれるようになった。 ありがとうございます。